カリム・ダビド・アデ・エミは、ドイツ・バイエルン州ミュンヘン出身のサッカー選手。ドイツ代表、オーストリア・ブンデスリーガレットブル・ザルツブルク所属。ポジションは FW、ミュンヘン出身。地元の FC ・バイエルン・ミュンヘンのユースアカデミーを経て2012年に、SPVGG ・ウンターハヒンクのユースアカデミーに入所。2017年に、飛び級で U-18 に昇格。 2017から18シーズンに、同リーグで7試合1得点を記録し、2018年夏に、レッドブルザルツブルクと契約。参加の FC、リーフェリングに送られた。2018から19シーズンは、エアステリーガで20試合で6ゴールを決め、U-17 部門のフリッツバルターメダルを受賞。まだ、トップチーム昇格前だったにもかかわらず、ビッグクラブ注目の的となり、 2019年秋には FC バルセロナが第2のアンスファティとして目をつけ、レッドブルザルツブルクに獲得オファーを提示。さらにボルシアドルトムントやアーセナル FC、リバプール FC などもアデエミの獲得を検討していると報じられた。ナダタルビッククラブからの注目を集める中、2020年1月18日にレッドブルザルツブルクと2024年までの契約に合意。 2019から20シーズンは FC リーフェリングで14試合で9ゴールを決め、同年6月にトップチームに昇格。4日の SK ラピードウィーン戦でプロデビュー。7月1日の SK シュトゥルム・グラーツ戦でプロ初ゴールを記録。2020年度のゴールデンボーイ賞の候補にも選出。さらに10月には CL デビューの可能性も報じられた。2018年から ユース世代のドイツ代表に選出されている。2021年9月5日に行われたアルメニア代表戦で A 代表初出場初得点を記録した。ありがとうございます。